私は東京にある私立の女子中高一貫校の数学の教師をしています。中学一年生から高校三年生まで幅広くいろんなあの数学を教えてます。生徒たちのあの何か発見してた時だとかすごくあの楽しい時を共有できるそういう場面。 に、自分も関われるっていうことが、すごく、あの、やりがいを感じます、というのは私も。そこでいろんな発見がありますし、生徒自身から学ぶことっていうのもたくさんあって。あの、とにかく、毎日いろんな発見があって、あの、それがやりがいにつながっていると思います。将来、まあ、どんな仕事につけるかなとか、いろいろ、あの、考えると思うんですけれども、とにかく。 あの謙虚な気持ちで学び続けて欲しいなっていいなうに思いますちょっと難しいなって思うことだったり私にできるかなって思うこともあるかもしれないですけどでもそこには何か必ず自分にとって学びがあるんだと思ってあのそういう姿勢でいろんなことに臨んでほしいなと思います。<music>